ライブグルーヴビジュアルバースト結果発表、42,736 ポイントで 18,863 位入賞でございます。ありがとうございます。ということで、お久しぶりです。はい、くちゃねと申します。イベント結果ですね、一応ね、結局だから YouTube ライブでやったのはさ、サブちゃんで一回ぐらいやったぐらいなんで、ちょっと今回はね、なかなかできなかった。いや、本当にね、昨日ぐらいまでね、ちょっとマジやばくてね、やること多くて、とりあえずね、終わったんで、まあ、昨日はあげようと思ったんですよ。疲れすぎて寝ちゃったので、まあ今日はとりあえずこのイベント結果をあげようかなと思ってるんですけれども、こんな感じで、とりあえずね、昨日ね、だからギリギリにちょっと走ったんで、42,000 ポイントで、18,000無事で、2万以内入ることができました。ハイスコアの方がね、筋トレ取れたかったんですけどね。いや、マスプラがね、もうちょっとフルコン取れたんですよね。マスプラフルコン取ってたら確実に150、ちょっと超えぐらい取れるので、まあ、マスプラフルコン取れたらいいなと思ったんですよね。なんか、1ミスとかね、2ミスとかでずっと終わってて、結局、フルコン取れなかったですね。で、マスターでもね、ワンチャンいけるかなと思ったんですけど、結構ね、きつくてね、141が限界でしたね。なので、金トロが144なんで足りなかったということでございますね。まあ、この、銀トロは136なんで、まあ結構出たかなということですね。まあ、チエリがね、今回のフェスゲンチエリ、今回前回か、のフェスゲンのチエリが出たんで、ビジュアルはね、ライフスパーク、じゃライフさん、フォーカス?ん?チャームか、チャームがね、二人揃いましたんで、これで結構ね、スコアは、ね、出るようになったんで、まあこれからね、ライブグルーヴのビジュアルの方はいい感じに、スコア出るのじゃないかなと思っております。1万円ボーダーやば。2時間前ぐらい見た時5万ポイントだけど、1万ぐらい増えてるのか。これは高いね、ほんと。っていうことになりますんで、まあまあまあね、これからがね、期待ですね、ということでございます。ということで、イベント結果はこのような結果となりました。皆さんはね、どのような結果だったんでしょうかね。よかったらね、コメント欄で教えていただけると嬉しいなと思います。明日はですね、無料ガチャが最終日ですね。なので、日付変わった時に動画を撮って、では夕方が晩ぐらいに、今までの無料分全部ですね、60連分か70連分ぐらいかな、をまとめて一本動画にしますので、そちらをね、投稿しますので、ぜひぜひね、チェックのほどよろしくお願いします。ということで。以上、ありがとうございました。バイバイ。